静岡ホビーショー2023双葉ブースにやってきました。双葉の森田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと森田さんに双葉ブースをちょっと案内してもらいたいと思います、はい、お願いします。はい、まずこう入って一番最初に、はい、車ですね。まあ、松倉君の車も置いてるんですけど、これは松倉直人選手のインフィニティの車ですね、はい、そうですね、はい。あ、そうか、松倉選手は双葉結構もう立ってますよね。結構ね、そうですね、はい、契約ドライバーなんで、はい、はい。じゃあこれ松倉選手も、まあ、売ってるわけじゃないんですけど、はい、あの IF14-2 が、そうです、 TE っていう、 TE ですね、はい、チームエディションが展示してありますよということで、まあ、ちょっと松倉選手の車も生で見れますよって感じですね、はいはい。でまあ、当然双葉のメガを使用されてるってことですね。そうですね、はい、はい。でこれ、あ、これはですね、テンプ飾ってるんですけど、はい、新製品はここのハンドルですね。おお、これが今までのちょっと今までのがないんですけど、カーボンで板だったんですよね、今まで。そうです。でもこれはカーボンの形状で、これカーボンなんですよ。かっこいい、はい、へえ。これはその折り込みで成形してあるって感じなんですかね。だと思いますね。実際こう弾力もあるんですけど、めっちゃ硬い、なんか折れそうな。実際触ってみてもらえれば、グイッと押してもらえれば。おお、硬っ。あ、全然プロポ持っても、あ、全然ないです。楽勝ですね、うん、へえ。あ、これやっぱラジコン野郎的にカーボンだとかっこいいですよね。かっこいい。そして今までの形状が意外にね、ちょっと不況だったんで、ちょっと持ちにくい感じがあったんですか。いや、デザインがってよく言われたんで。あ、見た目がねへえ、これかっこいいですね。でもちょっとなんかお高そうなイメージも。そうですね、ちょっとでお値段が書いてないんですけど、税抜きで5500円です。あ、こちらのカーボンハンドル5500円。はい、あ、でもなんかこの作りだったら5500円ありかなって気がします。へえ、あ、これかっこいいですね。あ、やっぱラジコン野郎はやっぱカーボン弱いですね、はいはい。あとは参考出品なんですけど、はい、こちらフライスカイさんのミニッツのフライスカイ用のモジュールがここに付けられるように、はい、オプションで、はいはい、標準はこんな感じなんですよ。あ、はいはいはい。今までここにこういうコネクターがあったんですけど、はい、ここにあのこのモジュールを取り付けて、フライスカイさん の, あのモジュールが取り付けられるようになっているので、京商さんのミニッツのフライスカイで、用 の, その走れる車が、はい、うちのテンピ X で走行できるということですね。僕ちょっとそのミニッツのフライスカイのあたりあまり詳しくないんですけど、はい、多分その受信機が使えるよということなんですね。そうですね、このモジュールをセットで使えば。今までこれがうちで使えるのが、あそこに展示している 4PM プラス、 あ,、はいはい、あれはできてたんですけど、あ、ね、あ、僕の知り合い結構ミニッツ頑張ってる人がいて、双葉ユーザーなので、はい、あ、これを使えばミニッツも動くってことですね。そうです。今までこれがここで入れられてたんですけど、はい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 、ここで、プライスカイの、ミニッツが操縦できてたんですけど、はい、今度はテンピックスにも展開できるってことですね。じゃあもう本当にハイエンドのこのテンピックス持ってる人は、はい、こっちでいけちゃうって感じですね。ミニッツもいけるんですね、はい。いや、ここ何かなと昔から思ってたんで。そうです、一応ね、あの機能拡張用のコネクタをつけてたんですけど、はい、ちょっと何に使おうかなっていうところで、はい、今回初めて。あ、まあでもこれでミニッツユーザーにもかなり嬉しい感じですね。そうですね、ずっと、やっぱり何かこうたまに質問あったので、はい、使えないでしょうかねみたいな感じで、はい、ようやく日の目を見ることが、はい、いや、ありがとうございます、はい。じゃあこの辺は 10PX ユーザーには嬉しい情報ですね、はい。はい、まあ、あとはこっちは、あ、これソラモンですね、ソラモンですね、はい。この辺、まあ、ここはね、販売今まで来たんですけど、はい、まあ、920メガのモジュール、まあ、2.4 ギガだとこれ920メガですね、まあ、やっぱソラなので、はい、なんかこう電波、例えば電波トラブルで受信できないような時には瞬時にこれに切り替わって920メガで助けるという、変わるんですね、はい。
ていうシステムです、ね、はい、はい、まあ、あとはまあサーボ、これも全部空もん用って感じなんですね。空用ですね、はい。これはアンプなんですか？これは空用 の、 あの飛行機用のアンプですね。あ、はい、飛行機の方がなんか結構パワーとかいる感じですもんね。いますね、はい、これ1個10セルとかで競技はやってるんです、はいはい、でこちらが、あ、こちらはミドルクラスとか。そうですね、これ今まで出てた、はい、4P プラスですね、はい、はい、これはもう現行品ですね、 3PV。 あ、はい、で、あとこちらが、あの、これはね、あのエンジンカー用で CB700、はい、昨年末かな、はい、出してたんですけど、今回このサーボとこのサーボが新製品になります。あ、はい、ツーリング用、今までは CT701 だったんですけど、はい、CT702、はい、でこちらの方がドリフト用のサーボですね、はい、CT700 という形で新たに、新製品として販売されます。これプログラムが違うんですか、ツーリング用という、あのメカ的プログラムだけじゃなくてギア比とかも違います。あ、それも違うんだ、はい、ドリフト用はどうしてもあのジャイロ介入して高速で動かせないので、そういった部分で、早く動くようになる。いろいろあるんですね、はい、これは前から売ってるやつか。そうです、最近出た 340CR という、あ、はい、まあ、お安めのアンプですね。はい、で、これはドリフト用のジャイロ。ドリフト用のジャイロと、あの F1 とかに使うグリップ用のジャイロ、ね。グリップ用のね。あ、はい、はい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 。はい。OS チャンネルは、サバさんのブースはこのくらいでよろしかったでしょうか、森田さん。はい、そうですね、以上になります。はい、じゃあまあ双葉ユーザーさんもね、はい、多いと思いますので、はい、ありがとうございます。またちょっと土日、はい、一般入場者の方も消える、はい、見えると思いますので、はい、じゃあこの双葉ブース、はい、まあ、来て、ま、森田さんは土日いるんですか？います、大丈夫です、ね、はい、じゃあ森田さんにいろいろ質問ぶつけてくださいってことで、私で分かる範囲であれば、はい、はい、じゃあ今日は双葉の森田さんにブース紹介してもらいました、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。